迷いに迷ってディズニーの横あたりでーす。ここディズニーの横あたりでーす。バイハマでーす。たくや意味わかんねえマジに。渋滞とかの回避機能とかで高速乗って高速降りてみたいなの繰り返されて、ああなるほど、ああここディズニー、ああわかったわかったよ。よしよしよし、じゃあな。意味わかんねえこの辺。いやかんねえ、やべえ、ディズニーの前工事してんじゃんこれ。うわぁ、しかも大渋滞みたいな。なにすげえ混んでて道、あーなるほどここはぁ、あ、はぁ、あ、あーこれですかディズニー。あれえこれ舞浜、ここが舞浜、あっちがディズニー。あよくわかんない、もう未だにわかんないよ。あ、舞浜駅これ。ここがディズニーじゃないの。あー、ここディズニーランドの、あの、バスとかが着く。あー、なるほど。はいはい。これ右に打ちか行けない。あー、なるほど。あー、なるほど。あ、そこが舞浜駅で、そこがバスとか、がつくところで、あっちがディズニーランド、言ってる意味が、いや、すげえ、成城石井とか書いてある。ああ、なるほど。ジャビーはこの辺を走ってるのね。もう、マジに疲れた。電車ってありがたいね。本当に。あのね、むちゃくちゃ、渋滞。芝公園ぐらいまで、なんで芝公園とか、いざなのかがわかんないんだけどさ、湾岸線とかじゃねえのみたいな。ああ、もうディズニーお帰り組。今日ディズニー行く人とかは、どうなんだろう。夜からが限定イベントになる、ちょっと割安になるのかな、そうしたら。はい、みんな行かないようにするのかな、ちょっとその辺がよくわかんないんですけど、いや、ちょっと今回はカツ入れといてあるんで、ちょっと土産ちゃんと買えっつって。みやげちゃんと帰って。でもね、調べに調べても、夜のイベントだけの時は、店が何が空いてるとか、何がとかっていうなんかがあるらしいから。だから、うん、あるらしいよ。エクスピアリとか書いてある。成城石井があるらしいよ。左側に。本当かね？あった。このナビ信用してないからさ。イクスピアリってディズニーのホテルのこと。ディズニーのホテルって目の前にホテルがあるんじゃないの？あ、違うの？ああ、なんか白っぽいなんか。ああ。え、東京ディズニーホテル。あ、ここがディズニーホテル。ああ、サンリオピューロランドって全然桁が違うね。マジに。いや、とてもじゃないけどね、これ家からの、あ、ほらほら、これがイクスピアリですよ。イクスピアリ。うん。合ってる？合ってないと思う。わかんない。弁天って書いてあった。いやいやいや、よく分かってない。あ、ちょっと待ってください。私、次右行かなきゃいけないから、ちょっともう、右の方に行こう。あ！あ、これ何？何これ？ディズニー、あ、なにこれ、ディズニー、はあ、とてもじゃないけど家からのドライブみたいな感じで撮影しなくてよかったよマジに。もうだってさ、ちょうど私が乗ってる位置からさ、行きは多分左側にあれが出てくるんだよ、あの、ベイブリッジじゃなくて、なんだっけ、レインボーブリッジが出てくるし、
もう手に汗握ってるからさ、もうなんなのなんなのみたいな。あー、ディズニーシーホテルミラコスタ。ミラコスタだって。ミラコスタがあるらしいですわよ。ミラコスタ。いやー、マジ渋滞でイラついたわ。ありえねえわ、マジに。いやー、なんかディズニーの土産物を持った人がバスを待っている。ミラコスタ。はい、ホテル泊まる人ってさ、ディズニーランドに一日中行っちゃったら、いつホテルを楽しむの？なんか、よくわかんない。ディズニーランド、ホテルを満喫するっていう人はいないのかな？だって疲れんじゃん。一日遊んでさ、帰ってきたらさ、寝るだけだよ。使えなくない？逆にさ、一日中ミラコスタでくつろぐとかだったらいいと思うけど、そんなこと考えない人が行くのかな？よくわかんないんですけど、なんかね、やっぱりね、行ったらなんかしらこうミッションというか、いろいろやらないと負けるんじゃないかみたいな気分になるわけですよ、私は。そうすると、やっぱそのミッションがすべてこなせないと、あ、今お茶、うちぬみみえす。あー、疲れた。マジ疲れた。なんかカーナビがバカすぎんだよ。本当に。これ何？なんかベネッセみたいな。ちょっとサンリオピューロランドに近しいものないよ。近くね、全くね。サンリオピューロランドのところにもなんかこんな、あ、見えます？オブジェみたいなの。なんか、なんかこのピューロランド臭い。いや、でも全然規模が違う。ピューロランドとディズニーランド比べちゃダメだ。ちなみにですね、これ乗ってる車が、右ハンドルだけど輸入車なので、ウィンカーとあれの位置が逆なんですよ。だから今更多分国産車乗ると毎回ウィンカーが、ウィンカー左側ね、で右はなんだ、ウィンドウ押し駅みたいな出るみたいな感じ。それをね、国産とか乗ると間違えるっていうか、逆に国産ばっかり乗ってる人はウィンカーとウィンカーを間違えるがあるあるかな。G マンとかじゃなくて、左ハンドルは私は才能がないから無理。あ、その位置関係が理解できないから、あ、無理だね。こう右に、普通に右で、で変に逆みたいな。もうこれで慣れちゃったからもうしょうがないね。まあ、多分今更なんか一番そこがネックかな。でもね、ちょっと本当にナビがバカすぎてやってられない。でも日本の地図分かってないやつがなんかナビゲーターしっかりしなきゃダメだよ、マジに。ナビゲーターっつうか、だから話をさやる人とかもさ含めて、マジにガチで。いや、次左行きたいか。ここ二段階左折は危険。あー、ミッキーのバスみたいなのがあるよ。ミッキーのバスみたいなのが、あー、次は左行きたいから。いやー、もう渋滞とかさ、道がよくわかんないのがイライラするわ。でもすごいね、この辺全部なんかディズニーシーとディズニーランドで、この一帯がなんかで、この地図上、地図はここには表示されてないんですけど、地図にあるこうな、あーってなんもない道なき、この紺色地帯は海なんだろうな、多分。あ、一応ディズニーランドもディズニーシーも行ったことはあります。うん、
行ったことがあります。ディズニーシーとかも、だから、海に沿ってるんでしょ、多分。あんま深く考えたことないけど。まあ、なんか、何乗らなきゃいけないとか、歯に乗らなきゃいけない、どこ行かなきゃいけない、何食わなきゃいけない、何買わなきゃいけないっていうミッションがありすぎて、疲れちゃうじゃん。なんか、ちょっと嫌だなと思って。なんか、自信がないっていうかさ、体力があるっていうかさ、歩きたくねえんだよな。ディズニーランドって、あとね、並ぶのが大嫌いなの。待たされんのが嫌なの。あ、なんかミッキーのバス、これ何普通にディズニーランド行きのバスなの。どっかから、各地から、東京駅からディズニーランドまでのバスとかさ、まあ、うちの最寄り駅からもディズニーランド直行のバスとかありますわ。このクソナビはね、いちいち渋滞回避するために高速に乗らせたらまた降りるとかね、びっくりしちゃったよ私。東京インターで降ろされてっていうか、ナビがそういう風に言うから素直に従ったら、普通に世田谷区一周じゃねえかこのバカみたいな。あそこはね、車線をしっかりなんかオレンジになった時に、降ろされちゃうの嫌だよみたいな感じで、オレンジのところを強行して右に行ったりとか、指定通行区分違反とか、取り締まってるからね。私は世田谷区民だったんで、若かりし頃はあそこで何回もと捕まってるんですよ。だから、降りろって言われて降りる車線に行っちゃったら、いや、あ、今だったら戻れるかも。でもオレンジもう無理って。もう無理みたいな。どこ向かってんのあったわって。シークレット。なんかね、その世田谷区をぐるーっと、洋画とかさ、まあいいや。ある意味懐かしかったけどさ、洋画桜新町がうわーってなって三軒茶屋からさ、またさ、高速乗るみたいな。もうバカじゃねえのって。マジに。そっから大渋滞だよ、また。そっから芝公園ぐらいまでガチ渋滞でさ、その後さ、その回もさ、なんか、高速降りて、もう一回乗って、と、お前、いくら行くんだよって。高速って一回乗って、首都高とかってさ、一回乗ってさ、どこ行こうが、首都高は700円とか決まってんのに、一回降りたらまた課金されて、またか、お前は経済感覚がないやつだな、みたいな。目的地にさえ付き合いいってもんじゃないんだよ。考えてくれよ、みたいな。ほんとこのナビバカ。そのバカっぷりがどう説明したらいいのかが、わかんないんだけど、まあ、乗ってみ？こいつに行きたいところ、行ってみ？バカだなこいつって思うから、本当に僕もカナビが気に入らないから車買い替えますって。そういや、今だって中途半端なさ、中途半端な位置でさ、もうナビ終わってるし、あんまちゃんと目的地までさいざないやマジに。あ、近くになったら目的地は近くです、ナビゲーションを終了しますとか、ふざけんなよ。ほんと頭ないな。いや、今音切ってるんだけどね。え、これどうしたらいいの？え、行けんの？道ないじゃん。どうすんだよ、もう。頭ありんよ、マジに。ああ、そう、じゃあもう左行くしかないよ、もうこれ。有料ドライバーでか、これね。あれで、あー、でもなんかちょっと、目的地はすぐそこだ。つかつかない。目的地につかない。問題。どうしよう。これで捕まったマジ。目的地は、もうすぐだ。わわわわわ。真っ暗いからよくわからない。何これ。意味がわかんない。マジに。ああ。
やでもさっきとかもさ、こういうの撮ろうかと思っててもさ、いちいち人の、これ左、はあ、行ったらいいんかなとか言ってて、独り言言ってるとさ、いきなりさ、まあ、後ろでさ、ちげーとか、だから独り言とか反応しないでくれるって。一人でこれは楽しくさ、喋ってるだけなんだから反応すんなよって言って。うん。いや、ちゃんと映ってんのかな、これ。よくわかんないけど。ナビ最後まで責任取れよ、最後までなんか最後までね、ちゃんとナビしないっていうね、クソなんだよマジに。そういうとこ考えるとやっぱりさ、トヨタとかのがいいのかなって気分になってくるよ。あ、人生で一回もトヨタ乗ったことない。ナビが頭いい。でもベンツの人ってイライラしてないから、ベンツにしたらナビも頭いいのかな。それ聞いてみよう今度。あ、すいません、ベンツはナビ頭いいですか。あ、ナビ次第だね。なんかでかい車運転できないんだよ。あとね、汚し屋がいるじゃん。これ受けんの、受けるよね、この人が行くんだから。お前信じるぞ。この人何ナンバー、山梨、信じていいのか。あ、ちょっとわかんない。え、お前しか行けないってパターン、マジ私行っちゃいけないじゃん、赤じゃん、ダメじゃんね。あいつ一人だけ行きやがって、何何それ。いや、なんかマジね、暗いくなってくると、あの目の前にあるその 何ナンバーとかが読めなくなるんだよ。なんかわかる。あー、まっすぐ行っちゃった方が良かったかな。まっすぐ行ってまた戻ってくる系な、はあ、まあいいや。なんかバチッとディズニーランドの正面に車をつけることができなくて、結構あの舞浜あたりをうろうろした。大変なんだよ。あなたもさ、4時半ぐらいに家出てさ、で何時間、2時間くらい高速なのに何回も乗り降りしてガチ渋滞にはまって、で舞浜駅の、ね、なんかちょっとそれたところにしか到達しないって、そんなことある、マジに。もう多分二度とディズニーに車で来ようと思わないでしょうよ。うん、ごめんね、ごめんだよ。つか地図調べてさ、あの、ああ、そっからがインなんだ。じゃあこれまたインできないところを走っちゃってるパターンかな。うん。浦安はね、千葉県知事選挙の時ちょっと来ましたね。あ、ここ入れる。ここ、何、退避所とか、避難所とかそういうレベル。あ、いけるいける。よし。よし。何これ、出口ステップ書いてあるよ。いいの、
ここ、なんかでっかい車ばっかりじゃん。観光バスばっかりしかないんだけど、怒られんのかな。やっぱ、怒んのかな、観光バスばっかり。間違ってる？あ、庶民の車も、え？ある？あ、なんか庶民の車っぽいのもあるけど、なんか全然なんかイメージが違うのかな。なんか違うな。絶対これダメなパターンじゃないかな。そこ違いますよ、なんか。これだ、多分従業員のあれなんじゃん。従業員とかだと思うわ、多分これ。矢印があったの。はい、次左。じゃあこういうことでドライブね。うちのバカナビが伸びちゃんとしないんだもん。全然目的地に着かないっていう。あー、これまた一方通行かよ、マジかよ。あー、そうですか、分かったよ。はい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 、分かりました。また、いや、そこで U ターンしていくしかないな。あそこが入り口か。よし、分かった。よしだね、結構目的地の近くにいるにもかかわらず全然目的地に着かない。